皆さんこんにちは、あかねです。私は今千葉県の千葉港駅にいます。今日は千葉ポートタワーという場所を紹介します。千葉港駅の西口にいます。ここから千葉ポートタワーまで歩いて10分くらいかかります。東横インというのはビジネスホテルです。日本全国いろんなところにあります。なんか南国の雰囲気で素敵ですね。親切な地図があります。千葉ポートタワーまで800メートルです。英語も中国語も韓国語も書いてありますね。はい、こんな感じです。今日天気がすごくいいです。今日は6月3日です。もうすごく暑いです。あ、でもちょうど良かったです。展望台があるから天気がいい日に行きたいなと思ってたので今日はちょうどいいです。はい、着きました。高い。はい、今からこの中に入ります。周りの環境も良さそうですね。緑がいっぱいあります。あっちかな。この千葉ポートタワーは昭和58年9月に県民が500万人を突破したことを記念し建設したものです。おお、昭和61年にできたんですね。はい、ここが入り口です。入ります。はい、別途入館料が必要です。はい、展望台もあるしレストランもあります。チーバくんが売ってます。チーバくんは千葉県のキャラクターです。はーい、メールでね事前に撮影の許可をいただいているのでこれから入りたいと思います。はい、ここでチケットを買います。大人1枚なので押します。はい、で決済をしてください。はい、とスイカとか、あ、現金でも払えますね。と私はスイカで払います。ここか。見てください、ちゃんと事前に撮影許可をもらっていたのでちゃんとこの関係者の人が入るときに使う入館証のようなものをもらいました。じゃあ早速このチケットも買ったので入りたいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。大人1名様お願いいたします。お返しさせていただきありがとうございます。楽しみの方お願いいたします。はい、エレベーターに乗って地上113メートルの展望台へ行きます。皆さんは高いところが好きですか？高所恐怖症ですか？高いところが苦手ですか？コメントで教えてください。はい、展望台に着きました。わあ、綺麗。この展望台420円は安いと思います。結構ね展望台って高いイメージがあります。1000円以上するイメージがあるんですけど420円でこの景色が楽しめるのは結構いいんじゃないかな。わー、東京湾も見えます。天気がいいと東京タワーとか東京スカイツリーも見えるんですね。あー、でも今日はちょっと見えません。残念。
ますね。こっちは晴れてるんですけど残念。あ、でも十分ですね。十分綺麗。わー嬉しい。東京から千葉港駅まで快速だと30分ぐらいかな多分。ちょっと後で調べてみますけどね、ぜひあの東京に住んでる人も近いので来てみてください。そんなにね遠くないです。キャラクターもいるんだ。ポートくん、性格いつもポーっとしてる。趣味、双眼鏡で景色を眺めることだそうです。ここにこの黒いのが双眼鏡ですね。遠くを見るために使うものです。一人で誰もいないから撮ってくれる人もいないから一人で撮りました。ビュッフェやってるんだ。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらですね、ハーフビュッフェ行っておりまして、こちらの6つのメニューがお一つを選びいただきまして、あと他にこちらに出ているものは食べ放題、飲み放題になっております。はい、ありがとうございます。お選びいただきましたら後ろでお会計になっております。わかりました。どうしよう、どれも美味しそうですね。じゃあオムライスでお願いします。クレジットカード使えますか。はい、はい、ありがとうございます。お店の人がすごく親切。ポテトサラダ、春雨サラダ。これはドレッシングです。サラダの上にかけるものです。あ、デザートもある。おー、コーヒーゼリーとプリンがあります。コーン揚げ、美味しそう。フライドポテト、ピリ辛こんにゃく、土佐煮。いただきます。さっきのね、コーン揚げっていうのは本当にごめんなさい、ちょっと汚いけど、本当にあのコーンが入ってますね。コーンとねクリーム、すごく美味しいです。お待たせいたしました。ありがとうございます。失礼いたします。ナイスでございます。オムライスが来ました。はい、これがオムライスです。上にかかっている赤いものは皆さん日本語で何かわかりますか。はい、この赤いものはトマトケチャップ、トマトケチャップ、はい、ケチャップです。トマトケチャップ、ケチャップ。ご飯の上に卵が乗っています。あ、美味しそう。はい、じゃあこれは、これはスプーンですね。スプーン、スプーン、はい。あ、そうだ、これ意外と言えない人多いかな。これはナプキン、ナプキンです。ナプキンって書いてありますね、カタカナで。はい、もしテーブルにナプキンがなくて
欲しい場合、お店の人に欲しいと言いたかったら、すいませんナプキンくださいと言えばいいです。じゃあオムライスもいただきます。グリーンピースが入ってますね。緑のこれはグリーンピースです。グリーンピース、美味しい。いいね、景色を眺めながら食べられる。オムライスを食べ終わったので、コーヒーとプリンを取りに行きました。飲み物は飲み放題です。1階にはポートショップとゆっくりおくつろぎいただける休憩スペースとイベントホールがございます。ポートショップでは食の宝庫である千葉県内の名産品や土産品のほか、お弁当やお菓子、飲み物など多数取り揃えてございます。はい、千葉ポートタワーはどうでしたか？皆さんの国のおすすめの展望台があったらコメントで教えてください。もちろん日本の展望台でもいいです。いつもコメントを書いてくれて本当にありがとうございます。私のメインの仕事は YouTube じゃないので、撮影してから編集するまですごく時間がかかってしまいます。2ヶ月前とか3ヶ月前に撮った動画もありますが、頑張って編集しているので許してください。すみません。はい、ではまた来週お会いしましょう。またね。バイバイ。